はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。この南の寺院でしたっけ、なんかそんなところに、向かうところからになります。エタニア王と遺跡ですね。このまま、まあとりあえずまっすぐ行けばいいのかな。方角的にはまっすぐっぽいし、ここはそもそも敵が出ないですからね。なんか民家のところに若干の敵がいたけど、それ以外はもう普通には出てこないんで。古代種とかどこ行ったんだろう、あの空飛んでたやつらとかさ結構いっぱいいたよね。で、ここなんか調べられるね、一応ポイント的に。アドルたちには読めない文字が綴られている。あー、文字も違うんだ。これがどれくらい前の世界かですよね。ダーナがいた世界が。古代イース王国と比べてどっちの方が先なんだろう。あ、一息つけそうだな。てかさ、大体さ、この中間ポイントの手前でイベントが起きるんだけど。崩壊してるね。山道が水の中に沈んでいる。ああ、水晶石。え、水晶石からダーナに意識を送る。アドルニ、よし、やってみよう。そうするとまたダーナパートになるってことか。このたんびにさ、アドルって気を失うんだよね、多分バターンみたいな。周りの人たちはかなり心配だよね。分かってるとはいえさ、気を失うんだから。分かりました、アドルさん、みたいな感じで。お、話が早そうだ。ダーナ、どうなんだ。次はあっちで困っているよ。うん、アドルさんが無事に王都へ入ったよ。いや、王都へ入ったのはいいんだけど、困ってんだよ。またどうやらヒモロギの悩みがうまく道を作ってくれたみたい。まったく、神聖なるヒモロギをこのようなことに。昔からのことだが、よくもこんな邪道を思いつくものだな。邪道なのこれ邪道はひどいな。でもこれではっきりと分かったよ。アドルさんたちが旅しているのは廃墟と化した王都アイヒエス。どれくらい未来かわからないけど、かつてエタニア王国が。認めたくないものだな。若さゆえの過ちというものを。どんなに栄華を誇る文明もいつかは終焉を迎えるというの。このエタニアにもいつか滅びの時が来るというのか。形あるものはいつかは滅びる。そう、その時がいつかだよね。いやー、いい友達を持ったね。あ、若干なんかタイムラグがあるね。王都南部の郊外、巡礼に出ていることにしておこう。なるほど。ちょ、ここ触れておいて。あ、竜の実がある、竜の実
これさ、前のパートで取らなかった？復活したのかな。でもダーナ強いからね、本当に強い。まあ、レベルが60っていうところもあるけど、アドルの強さなんて目じゃないよ。これどっから行けばいいんだ。こっちの方から行けるのかな。地図を見ましょう。このね、大きなマップはね、マジで分からないんだよね。オートの南部だから、頑張ってるか。あ、大樹の巫女様でいらっしゃいますよね。何、俺のことを知らないのか。お前はクビだ。ヒラお許しよって、まあ、しょうがない。今回だけは見逃してやろう。次回そんなこと言ったらマジクビだからな、お前は。こっから来て、あ、ここなんか開けたいんだけど、鍵がかかっているようだ。開けてくれ。宝箱欲しい。なぜ街道の方面から。ああ、いや、友など必要ない。お前らはむしろ足手まといだ。レベルがいくつあるかだよね。しかもさ、巫女様の武器ヒーロー金製の武器だからね、もうめっちゃ強いっしょ、どう考えても。ちょうど夢でアドルさんたちが通った道だね。そう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 。なんだか不思議な気分だな。あれ、こっからどうやって行ったんだ。なんかすげえ人がいっぱいいるね。話せるのは話せるけどね、全員と話しているね。時間はちょっとないんだよね。こいつだけ話そう。うんうん。この家とかちょっと見てみる。若干気になる。あれ？左の方にイベントポイントがついてたけど、こっちから行くんだっけ？あ、全然こっちから行けねえや、むしろ。こうやってきて、ここに入りましたよね、ここに。ボラだ、うん、ボラド大僧院。用事はないって言われちゃった。でもなんかさ、ちょっとだけ巨人だみたいな、あれ、こっちか。ちょっとだけ巨人だみたいな話が出たけど、そんな感じは全然しないっすよね。あ、もともと高えわ。勝手に人の家入ってんな、こいつ。まあ巫女様だからそれでもいいのか。なんかこれ宝石みたいなのがある。これ欲しい。へそくりか、あの人の。いや、全然身長は一緒だよ。まあここは用がなさそうだから、ちょっと目的地の方へサクッと向かいますか。こっちだよね。そうすると、また離力で直すのかな。っていうか直したところ行ってないし。まあいつか探索する時がまた来ると思うから、その時に寄ってみますか。場所がいまいち分かんないけど。え、なんか泣いてる。おお、双子のどっちかじゃないか。シーア、やっぱり見つからないよ。なんかなくしたか。ミーコ様、実はミーアちゃんとかくれんぼしてたんですけど、全然見つからなくて。もうほっといていいよ、そんなの。悪い人にさらわれちゃったんじゃって。いや、大丈夫大丈夫、ほっとけばね、勝手に帰ってくるよ。本気で隠れちゃったって。え、探すの。ヒントは、ヒント。え、かくれんぼが得意って言ってさ、元気なミーアちゃんが隠れそうな場所。知らん、そんなマジで。
エタニアクエスト、双子のかくれんぼを開始した。ああ、これはクエストなんだね。で、しかもこのまま行けば、あれ、ってかさ、びっくりマークがやたらいっぱいついてるけど、これもあれ？もしや。隠れてる場所がイベントポイントでわかるっていう超親切設計？って感じではないか。普通にまたなんか始まったな。王と下に履力を供給する水晶柱。今日も調子は良さそうかな。うん。王宮があって重要な施設ばっかりだけど、おお、ここを通った可能性はあると。まあ普通に一般人でも通れるみたいですね。ああ、ちょっとイベントポイントが先にありますね。まあせっかくだからやりますか。いや、これをね、何のヒントもなしに探すって言ったら相当苦労しますよね。結構広いっすかんね、オートアイギアスは。え、あの中には、さすがに入らないと思うんだけどな。てか、入れるの？エタニア王宮。エタニア王宮がなくなってたのか。ここも何度突っ走ることか。この中、あれ別にさ、隠れてなくね、こいつ。難しすぎって。全然難しくないところにいると思うけど。なんかくれっかな。てか子供からなんかもらうとか期待できないからね。報酬として何か横3回。怪談話。おお、なんかくれるね。宝物をくれるのか。リブの花かける3。まあ子供にしては上出来かな。なかなかレアアイテムだからな、しっかり集めるんだぞ。意外に早く達成できたな。あれ、どっから来たっけ。あれ、ちょっと待って結局今どこにいんのこれ。あいつが行ったとこまで戻されたんだな。まあ、こいつの場合はエタニアクエストっていうのがクエストみたいですね、いわゆる。で、このままこっちの寺院か。確かこの先で橋が落ちているんだったね。そうそうそう。だったら、あれ、こんなところにある。あ、ここが落ちてんのか。この先が大樹の寺院。どうすんの。あれ、ここがイベントポイントになって調べるか。え、これ調べてどうすんの。え、ひもろぎか。大活躍だね、ひもろぎ。植えらんなくね、ここだと。何個持ってんの、このひもろぎ。ひもろぎがさ、生える瞬間とか見たいよね。アドルはまあ気失ってるからしょうがないけど、おお、なんか木が生えてきたみたいな。
その決定的瞬間を見たいんだけど。突然現れるのかな、木が。ニョキニョキニョキ？じゃ、ニョキニョキニョキっていうのが生えてきてる感じがするから、パッて出てくるのかな。結局みんなアドルに注目してる。もう倒れ方がちょっとさ、危ないよね、これ。誰も気づかないっていう生えた瞬間を。でもヒモロギの木も成長力がすごいよね、これ。そうなんだよ、意図的に協力してくれてるんだよ。これでバカな行動を取れないな。アホな行動してるとアドルさん何やってんだろうみたいな。この人頭おかしいんじゃないかしらって思われそうだからね。紋章の浮かぶ水晶石に触れると過去のダーナと交代できる。うんうんうん。道がつながったり地形が変化したり。ダーナのイベントが終了した後も水晶石に触れると交代ができますと。ヒモルギの木に祈りを捧げるとアドルに戻る。再放置はメニューの意識交代からアドルに戻ることができる。ダーナが入手した素材はアドルに引き継がれる。あ、そうなんだ。それはすごいね。あれ、なんかアイテムが手元にあるみたいな、そんな感じか。これでハイにするとダーナになるってこと？ちょっとだけやってみましょう。毎回毎回その度にぶっ倒れるのか。なるほどね。って言っても特にもうやることはないんだけどね。宝箱のところか。あれ、なんか開きそうだよね。鍵でガチャって開ければさ、そのままアドルが宝箱を取れるみたいな。ただちょっとね、この王とアイギアスをね、くまなく探索する時間はないんでね、全員に話しかけるわけにもいかないし。てか交代までに若干時間かかるな。でこの先はいけないし、特にやることもないんで。てか無理やり埋めたな、ヒモロギの木。ここの空間によく育ったよな、枯れないで。土の質とか悪そうだし。でも植物は強いっすからね。一回根を張れば。まあ、ダーナに意識がいってるときは、アドルは気を失ってるけど、アドルに意識がいってる時ってダーナどうしてんだろう。別に気を失ってる感じは全くないですからね。そこはダーナの方が有利だな。さて行くか。こっちか。おっとおっとおっと。ジャンプしようとしたら技を繰り出してしまった。この建物は寺院の門、山門のようじゃな。あ、山門なんだ。アドルの言う通り、あの大樹は話の途中に遮ったんだけど。でこの先に普通に行けばいいのか。あれ、寺院の先って何があるんだっけ。ああ、大樹があって、で結局何しにここへ来てんの。とりあえず来てみた的な。大樹の寺院、おお、
中間ポイントがやたらいっぱいあんな。あー、いるんだ。始まりの体重。よし。あれ、何しに行くんだっけ？もう全然わかんないんだけど。なんか目的あったっけ？で、これに触れて。よし、じゃあ行きますか。ヒールポーションとか、いっぱいあったかな。ちょっと減ってるね。最悪一回探索を中断する必要があるかもしれないな。敵がね、強いんすよね、本当に。この北部に来てからが。あ、こいつらはね、弱い。一回戦ったからね。邪魔だ。ここは特に何にもないか。あれ、なんか敵がいるね。鏡獣の皮。まあ、物としては悪くない。このまま一回上に登って。ここ開く？開かねえ。特にメッセージ的なものも何もない。こっちか。そうするとこれ弱いね。なんちゃらの森の敵がマジで強かったからな。カメラ外せばいいのに。これはなんかスイッチっぽいな。おー、まだこういうのがさ、機能しているっていうのがすごいよね。あ、センサーがあるんだよ。センサーが黒いセンサーがあって、そこに人影を感知すると開くみたいな。あれ、これ壊せんだ。ただ適当に撃ってみただけなんだけど。こっち側は何にもない。崩れてるね。ということは、うん、ここになんかある穴に入る。なんか普通に丸ボタン押しちゃって入っちゃったんだけど。この部屋は一体、隠し扉。どことなく見覚えのある部屋だ。え、全然見覚えないんだけど。え、これダーナの部屋。あ、そうかそうかそうか、ここか。なるほどね。え、ダーナ、ちょっとさ、なんか置いといてよ。こっち、ちょっとさ、この先のところ見てないけど、まあいいか、進んじゃいましょう。船の設計図。先にさ、設計図だけさ、ドギに渡しておくっていうのもありだったんじゃないか。うわ、ちょっとでかいといいね。いや、ダメだ。ちょっと周りまで振動が来るな。いや、やっぱ巨大生物はタフだね。アッパーブレイクをひらめいた。あ、そうか、あいつになってんのか。変えよう。どっちかっていうとリコッタの方が絵的にいい。女性2人いた方が。これつけて1つ。あそこに中間ポイントがあった。おー、来るか。これもう使おう。すぐ黙るからね、意外に。ちょい下さだね。そこね、強力な感じではないんだよね。絶対的に倒せるような。あ、これで向こう側に行けるのか。ショートカットですね、ショートカット。多分うん、繋がったね。
で、こっち側は崩れていけないと。うろついてんな。お、落車もレベルアップ。あれ？いってぇ！でもモンスターがいるってことは。あれ、地図は完成してるけど。来たっけ、こんなとこ。お、レベルアップ。ちょっと地図見ましょう。ん？ん？ん？どうなっちょる？どうなっちょる？こっちがでもいけるっちゃいけるか。ここは崩れてていけないから上に登りましょう。で、ここにスイッチがあると。開いたね。てかこれどこ？あの先はな、なんかな、ボスっぽいよな。こっち来て、あ、こういうの飛ばせんのかな。結構せるし、普通に。ほら、出てきた。あっち側に敵がいるね。ここはかなり穴が開いてるから行けそうにない。あれ、どっちから来たっけ。こっちから来たのか。こっちから来たから、こっち側は行けないと。マジで迷った。一回戻って、ここが開いて、この正面とか、この正面に敵がいるね。あれ、復活してる？この箱壊せたよね。で、こっから入ってきたから、ちょっともう一回地図を確認しましょう。どういうこっちゃ？マジでどういうこっちゃ？しかもモンスター結構復活してんね。ここも来たでしょ。で、ここは行けなくて、で、こっから一旦こっちに出て、プレゼントとか全くあげてねえな。で、ちょっとこっからだな。こっち行ってみよう。ほら、お前は穴に落ちろ、この野郎。倒した。いまいちアングルが分かりづらかった。あ、そう、違う、そうだよ。これ、こっちから行ったから、こっちにしよう、こっち。あー、ここか。じゃあ、ちょっとここに中間ポイントがありますので、というところで、じゃあ、一旦ここで終了して、次回は続きをやっていこうと思います。なんか、落車がめっちゃ頑張ってたけど。最後までご視聴ありがとうございました。